五面線は、高知県南国市の五面町停留場と、同県高知市の張馬や橋停留場を結ぶ、土佐電交通の軌道路線である。2014年9月30日までは、土佐電気鉄道により運行されていたが、翌10月1日より同日付で設立された、新会社土佐電交通による運行に移行した。南国市から、高知市にかけて東西に横断する路線である。 はりや橋千ち町三丁目間は、国道32号、千寄町三丁目五面西町間は、国道195号と、並行している。五面町五面東町間、五面西町篠原間、西高須千寄町三丁目間のく島橋周辺が、専用軌道で、その他は、平洋軌道である。平用軌道のうちごめ町五面東町間は、 自動車の軌道上への乗り入れが許可されている一方、西高須市の原間の大部分は、平洋軌道ながらも、線路上は舗装されておらず、位置も道路の端に寄っている。車庫はかつて千寄町にあったが、1987年に三橋線沿線に移転している。五面町には流通線が存在する。近年の鉄道要欄では、路線名が、 五面線と五面がひらがな表記になっており、五面とつく駅もすべて五面になっている。大半が、伊の線と直通運転を行っており、合わせて、東西線と呼ばれる場合がある。平日は、日中毎時9から10本程度の運行、と休日は、日中毎時8から15本程度の運行である。朝夕には、両席通り、千織町発着の区間運転便、桟橋線。 三橋車庫前方面の出入庫便がある。三橋線五面線の出庫便は、針間や橋に右折線がないため、三橋線、針間や橋で停車した後、一部の便は、交差点北側へ直進し渡り線を渡って、左折で至るが、ほとんどの便は、三橋線、針間や橋停留場から左折し転線した上で、通信する。五面線内のみの運用は現在はない。 ハリマや橋方面から五面町まで行く在来型電車の先頭部には、菱形赤字板に五面と対処された方向板が掲げられる。2003年末頃までに車両の行き先表示が一部を除き LED 化されたが、その後も方向板を掲示していることが多い。以前は、両席通り行きも、両系根地板に両席通りと書かれた方向板を掲げていたが、 文樹通りまでだった高知市内区間が、両席通りまで延長されて、以降は中止されている。同様に1974年の秋線廃線まで、運行されていた秋線直通の秋行きも、菱形赤字板に、秋と書かれた、方向板が掲げられていた。五面方向板1974年に、秋線が廃止されるまでは、高知市内からの秋線直通運用があり、 5面線船内を、準急急行運転をする電車も存在した。準急は、葛島5面長官は、文術、船戸、両席通り、5面西町に、急行は、船戸と、5面西町に停車していた。全員停留場が、高知県に所在。八幡通、白見町、千代町車庫前、大津。ありがとうございます。